店に購入し、平成24年より巡行を行っている現だんじりは、地域の宝として毎年5月の高知の国頭神社の祭礼に参加しています。高原青年会は年会員数が100人近くまで増え、今では大所帯の会になりつつあります。昨年の青年会結成40周年という節目の年を迎えました。新たな節目の年とともに、今年5月1日から連合の会員を重ねて一段と結束を高めていきたいと、会員一同熱い思いで巡行を行っています。平成令和と2つの時代に巡行できることの喜びを幸せに感じ、さらに地域の方々との交流を深め、地域一体となってお祭りを盛り上げていきたいと思います。これからも頑張ってまいりますので、ご声援のほどよろしくお願いします。だんじりジャイン、だんじりジャイン、これが俺たち愛してやまない高原ジャイン、という力強いメッセージをいただきました。高原青年会の皆さんの到着です。
青年会の皆さんです。酒造メーカーや神戸製鋼所などが軒を連ねています。私たち新材建築の地車は江戸時代後期から栄光されていたと伝えられています。その後中断を挟みながらも栄光が続けられていましたが、2007年の阪神・淡路大震災により被災し、現在の地車は平成23年に購入されたもので、その年から栄光が再開され、高宮神社の秋祭りも
ありがとうございます。